はい、公明党ですね。公明党は最悪でしょう。れいわ新選組の方がまだいいですよね。立憲民主党の方がまだいいし、共産党の方がまだいいですね。まあ、公明党なんてね、そういう自民党にすり寄って、権力欲しさに自民党の言いなりになって、本当に主義主張もないしね、早くなくなってほしいですね。で、公明党は中国のジェノサイドに対しても容認発言してるしね。で、とにかくね、日本にあっても、害にはなるけども、益にはならないのが公明党ですよ。で、公明党がね、唯一光って見えたのは、消費税は絶対にダメだっていうふうに主張してくれたことなんですよ。ちょっとまともになってきたのかなと思ったら、結局は今自民党とすり寄って消費税を上げることに躍起になってるわけでしょ。だから国民の声を聞いてその逆をいくのが公明党だと思いますので、公明党を支持してる方は別に悪い人じゃないと思うんですよ、うん、ただね、やっぱこう公明党を支持してることが一体国民の何を貶めてるのかってことにもうちょっと目を向けていただきたくって、公明党が権力を持てば持つほど私たちの暮らしが苦しくなるってことをよくね自覚した方がいいと思いますよ。なんか宗教みたいにポンと酔ってるのかもしれませんけども、公明党は最悪ですよ、うん。まあ、今回ね、岡山選挙区で公明党が小野田紀美さんをなんかね落とそうとしてるらしいですけども、これこそまさにね悪の権化ですよ。公明党のもう極まったなと思いますよね。小野田紀美さんが国会議員として働くことによってまさに自民党にメスを入れてくれてるわけですよ。なのに公明党としては自民党の悪い習慣に乗っかりたいから、自分たちの利権が欲しいから、小野田紀美さんのような是々非々の方が邪魔なんですよね。まあ、そういった形で公明党は小野田紀美さんを引きずり下ろそうと一生懸命になってますんでね、本当にこれ小野田紀美さんが、国会議員としての名脈を絶たれることになったら、公明党の罪は完成コンプリートになると思います。で、公明党は中国共産党とべったりで、日本人の利権を奪うことしか考えてませんから、公明党は最悪ですよね。公明党の人っていうだけでも私も疑いを持っちゃいますね。別に公明党に瞬間的に入っていらっしゃる方とか、他のなんかね仕事として入っていらっしゃる方いるかもしれないんで、それはもうしょうがないと思いますけども、もうちょっとよく考えてほしいなと思うんですよ。で、公明党のいいところがあったら私も知りたいんですけど、今のところ全然見つからないんですよ。で、本当に真剣に公明党の方とねお付き合いをしていろんなところ見てるんですよ。一体どこなのかなと。ただ創価学会の方はいい人ばっかりだっていうのはよくわかります。だからね、創価学会の方をなんかねいいようにだまくらかして公明党支持に向けさせてるんでしょうけども、公明党に票を入れてない方も結構ねおりますんでね。で、その辺で足元が揺らいでることをよく確認していただくのと、やっぱ公明党が創価学会の方や国民の意を受けたことをちゃんとやれば全然違う未来がそこにはね出てくるんですよ。それこそ自民党の協力なんて全然いらないんですよ。公明党さんはもともとがそういった歩み方だったと思うんですよ。今一体どうしたんでしょうかね。やっぱり善悪じゃなくて損得に生きるようになってからこういう風になってきたのかなと、うん、その極めつけが消費税にあれほど反対していたのに今はどうですかってこと、プラスやっぱりね人権の問題ですよ。公明党さんはね一番人権の問題に無頓着というか、人の命は何だと思ってるんだと思いますけどもね、うん、それはね本当に今日どうしても伝えたくてね追加放送させてもらいました。本編の方別に動画撮りましたけども、ちょっとどこにいたのか分かんなくなったんで、そちらの方と合わせてちょっとねお話したかったんですけども、公明党が嫌いなんじゃないですよ。公明党の無節操作、これはなくしてほしいなと思うんですよ。国民のためにやってくれるんだったら公明党は大好きなわけですから、国民をね災難のためにやってるわけなんですよ。で、選挙の時だけはねなんかねいいことするんですけども、いいこと言うんですけども、なんかその選挙がない時に何をするか見てますからね、うん、本当にねこれ以上は騙されないぞということでね、公明党には今まで一票も入れたことがありませんけども、このままだったら私もこれ、うん、本当にね残念ながらね、あれほど公明党の、ね、一部の方と、それから創価学会の方とあれほどいい関係を持ってるのに票を投じれない私のね悔しさ、その片方ではきちんと中国が脅威になってますよとか、もっと国防の意識を高めましょうっていうふうなまともなことを言ってる NHK 党みたいな小さな政党がね真っ当ですよね、うん、すごいと思いますよ。で、公明党さんもあのぐらいのこと言えるはずなんで、ぜひね言ってほしいなと思います。公明党さんしかね自民党に切り込む政党はないはずなんですから。でも今回維新ごときに抜かれるようなら、公明党の名脈はそのまま社民党と同じ運命を背負うんじゃないかなと思います。足ざまに痛くはないんですけどもね、そのぐらい公明党さんは本来私たちが
見ているものと別の方向に向かっていってしまってるんではないかなと思いますね。あえて言いますけども、公明党頑張ってください。まだ私はね、完全に見捨てたわけではありませんけども、今は悪口しか出てこないです。なんとかしてくださいよ、公明党さん。公明党さんのファンになりたいと思っていてね、ここまで、いろいろとお話しさせてもらいましたけども、結局今回もわかりません。ね、公明党さん、ちゃんとしてくださいよ、もう本当に。総学会の方にね、歌舞伎できないですよ、これじゃ。池田大作さんを思い出して、もう一回ね、五章を読んでもらいたいなというところでございます。まあでもそれぞれ立場がありますからね。まあだけどね。いやー、なんでしょうかね。はい、じゃあ以上です。またこの話は、遠い将来させてもらいます。